はい、えー、今度はですね数研出版の NEXT 数学2ですね、えー、こちらの39ページの問題、えー、13番の続きで14番から、えー、ちょっとやっていこうかなと思いますでさすがね見ていくとどんな問題かっていうと AB が正の時ですね、えー、次の不等式を証明せよと。 また統合が成り立つ時を調べようとこれまあ、どうやって解いていくかまあ、左辺引く右辺っていうのをやって証明していきましょうかねそうすると左辺マイナス右辺というふうにしてもらってですねえプラス2 b あーこれ展開してみましょうかね、うん、展開を展開していくとどうなるかっていうとまず A と A 分の1だからこれ1になりますよね。でここがプラス B 分の 2A で、A、ここがあプラス A 分の 2B とで最後があ B だけ消えて4になって9がマイナス9とでここのところ通分して AB 分の2になりますよね。 そうすると 2a 次乗プラス 2b 次乗とで、えー、これマイナス4なんでマイナス 4ab っていう形になるとうんであとはですね普通に、えーまあ、2でくくってあげてですね因数分解すると2括弧 a-b マイナスの2乗っていうふうに なると思うんですねで、えー、これっていうのはね、えー、正になりますよねうん、うん、0以上うん AB がもともと正なんでここも正になるしここもね、えー、差を引いて2乗になるからまあこういうふうになりますよねで統合が成り立つのが、うん、統合が かなり立つのは、まあ A イコール B の時ですよね。うん、であると、うん。まあこんな形でいいかなと思うんですね。ここはまあそんなに難しくないかなと思うんですね。で次ですね。十五番え。次の問いに答えよと。各位置から見ていきますね。 A x ですね、x が1000のとき、x プラス x 分の9の最小値を求めよう、また最小値を取るときの x の値を求めようと言ってるんですね。これ、えー、まあ、相乗、相加平均、相乗平均の関係よりですね、えー、相下平均と相乗平均と相乗相乗平均と相乗平均 平均の関係よりですね。うん、そうすると、うん、えー、っと、こうなってですね。で、2ルート x 分の9っていうふうになるかなと思うんですね。で、そうすると右側が右辺の方ですね。 右辺の方、これ、x 整理できて、6っていうふうになりますよね。そうすると、あ最小値、えー、あ統合が成り立つときを先にやった方がいいか。うん。最小値はこれで6ってわかるので、統合が、ああ統合が、ああ成り立つ 立つのはあー x イコール x 分の9、うん、かつあ x が正の時だからこれ x イコールこれ x の2乗イコール9になるんで x イコールプラスマイナス3っていうふうに計算できますよね。なんででも x は正じゃなきゃいけないっていうのがあるから一番最初の条件でね。うん だから3なんだよと。プラスマイナスなんだけどマイナスはこの条件が一番最初にね言われてるからなしだよっていうところねこれ忘れないようにしてください。でそうするとあ x イコール3の時最小値ねえー、これが6っていう形になるかなと思うんですね。うん で、お次、えー、かっこ2ですね。15番の括弧こで、こいつが面倒くさくて、x がまあ2より大きいときですね。あれちょっと待って、問題文ちょっと間違えて書いてるぞ。<laughs> えっと、x マイナス2か。x マイナス2分の 1? ですね、x プラス。 で今度は分母がなんか式になっっちゃってるのよねで、こういう時もあると。で、えー、約分できるのにここが形が一緒だったらいいんだけどこことこの形が違うと。でそういう時どうしたらいいかっていうとこっちをいじるのは結構難しいのでこっち側でいじるようにします。そうするとまずこのプラス マイナス2分の1っていうのを無理やりねまず x マイナス2二で、えー、プラス x マイナス2分の1とでここのところで0になって元の式になりますよねで x マイナス2と x マイナス2ができるよねと、うん、で、えー、これからですねえ相、ー、下平均相乗、えー、平均、うん、ですね 正平均と相乗平均ですね相乗平均の関係から x ス2プラス x ス2分の1と要するにこの部分とこの部分で 相加、えー、平均と相乗平均の関係式を使っていけばいいんだよと、うん、まあこんな感じになるかなと思うんですね、うんで。そうするとここが1になってで、えー、x ラス x ス2、えー、分の1、えー、大イナイコール2と。で統合が成り立つのは。 ああ、x マイナスイコール x 二分の一っていうふうになるよねと。でそうするとこれってまあ計算していくと x の二乗マイナス 4x プラス三イコールゼロってなって x あで x が二よりも大きいかつねうん、うん、と時と。 でそうすると、うん、x−3 と x ス1で、えー、さっきと同じように2より大きくなきゃいけないから、x は3だけだよねと。で、えー、そうすると、うん、x イコール3のとき、最小値。 いくつ取るかっていうと今この状態で2なんだからここね2を足してあげるそうするとどうなるかっていうとうーんと x-2 x-2 ププララスス分の2でプラスとでこれ整理してあげると x+x プラス分のマイナス2分の1、えー、大なりイコール4っていうふうになるんで最小値は4だよと。 いう形になりますねちょっとね書き順がいろいろと入れかけちゃって,言ってますけど、まあ、ここままででね分か、えー、かってもらえればできるかなとは思います、うん、ちょっとねいろいろとこう説明が長くなっちゃいましたけどもこのね解き方、えー、よく模試とか大学入試でも見かけるかなここら辺はね。なので是非是非マスターしておくといいかなと思います。 えー、以上で解説を終わりにしますもしよろしかったらチャンネル登録高評価コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました